8月8日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いつもはですね、私が大体いろんなことをしくじるというのがこの番組の定番なんですね。まあ大体オープニングトークで、天気忘れるとかね、はいはいはい、もうそういうのが定番なんですが、今日はこれ1年に多分1回あるかないかなんですけど、なんかこれ見逃しやめてくれます、そういうこと言うの。ちょっと、いや、本番1分前には水をひっくり返したい。今吹きながらおはようございますって言ってたんですけど。やっぱりプロですよ。やっぱそういうところでも全く、いや、少しぐらいね、なんか言葉の端々に、こう、動揺みたいなもんとかね、あるいはやっちゃったなっていう、この、ちょっと半笑いみたいなのが出るかと思ったら、はい、出ないな。頑張りました。でもコップ一杯もうお水すっからかんですよね。全部盛大にこぼしちゃったので、今吹きながらおはようございますって言いながら、なんとか今吹き終わったので、うん、ただ原稿がちょっとびっちょびちょそうなんです。ラジオはね、はい、声だけ、音声のみのメディアですから、そういう時もこう落ち着いてやればみたいなね。まあでもそういうこうハプニングみたいなものってのさ、はい、いろんなところであったりして。ありますよね。そう。私、青ざめたというか驚いたというか、昔あったのは、うん、中継コーナー出てたのが長かったじゃないですか。はいはい、朝の中継コーナーで、柿花さんのね、あなたとハッピーで。で、商店街から中継やりますっていう時に、もう本番の直前も直前になってですね、まあこう無線機から電波を出す出さないで、まあ、若干ディレクターが慌てていて、お大丈夫かなと思って見ていたらですね、私の目の前でディレクターがステーンと思い切り転んで、で転んだだけじゃなくて、大丈夫かって言ったら、そのままうずくまったまま起き上がれなくなってですね。じゃあ結構な勢いで、いやそう、ものすごい勢いで転んだ。またちょっとタイル張りのこうね、商店街で、それがちょっと水で濡れてたんで、それで思いっきりこう摩擦係数ゼロで滑ったと思うんですけど、もうずっとこう尾てい骨のあたりを押さえたままうずくまってるんで、うずくまってるけど、俺とりあえずこれ5分間だけ我慢して中継するからって言って、で中継したんですよ。忘れましたね、大山のハッピーロードっていう商店街だったんですけど、はい、あそこだから近くに板橋の日大の病院があるんで、とりあえずあんまりにも痛がってるんで、そこに連れてってですね、はあ、でそしたらまあそこ救急いっぱいなんで、ちょっと病院紹介するんでここ行ってくださいって言って、行ったら尾てい骨骨折してた、ね、骨折、いやびっくりしたね、あれは。まあ私自分自身の話ではないんですけど、まあ本当ね、気をつけなきゃなっていうね。本当ですね。まあ、自分自身のハプニングはまあいっぱいあってさ、原稿飛ばされるなんてのはもう日常茶飯事だったし。まあ、原稿は飛んできますよね。いや、台風中継行ったら原稿どころかさ、すべて水浸しになって、マイクひっくり返したらマイクからボタ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 って水が出てくるみたいなね。まあ昔のこれマイクだったんで、あいいだ、大丈夫だよ、乾かせなんとかなるって言ってね、ラジオカーのドライバーさん言ってくれたのを思い出すけど、あれ本当だったのかなってね。そう、もうハプニングがつきものでやってますんで。そうですね、落ち着いた。いやー、よかった、落ち着いて焦りましたよね、ちょっと。まあね、ちょっとねそう、いろいろなことがあるもんでございますが、はい、まあここからね、落ち着いて、今日どうしてこうちょっとね慌てたのかなと思ってたんですが、はい、結構ね、番組の聞いてらっしゃる方覚えてるなと、8月8日、はい、ね、メールやツイッターでいただいたんですが、新業さん結婚おめでとうございますと、1周年ですね、ありがとうございます。おかげさまで、よく覚えてらっしゃいますね、皆さん、本当にありがとうございます、ね、番組で確かに去年のこの時期に発表したんですが、はい、届けを出したのが今日だった。そうなんです。そうなのね、8月8日に出しましたね。なんかやんの、なんかやるの、今日ですか。そうそうそう、あ、今日、あ、そうですね、なんかケーキ食べようかなと思ってますけど。おお、まあ、旦那さんがなんか用意するかもしれないしね、まあ、そういうことはいろいろ詮索するのはこう無粋だって話。いやー、これさ、だって俺ね、よく皆さん覚えてるなっていうのが、はい、私だって自分のだってろくに覚えてないからね。あ、そうなんですか。一個言い訳させてもらうと、結婚式挙げた日があるじゃん。はい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 、はい、で実は妻の誕生日も近いのよ。ほん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 。でその届け出した人はまた別じゃない。
これ届け出した日に式あげて、その日が妻の誕生日とか言うと非常に綺麗なんですけど、実はそれが微妙にバラバラにずれてて、はい、あれこれどっちだったっけなみたいな、ね、なるほどなるほど、いくつかあるのよ、うんうん、だからわかんないっていう、うやむやに。で、しかもさ、はい、一番確認しづらいのがさ、はい、この届け出した日なわけだよ。誕生日はまあわかるじゃん。まあわかりますね。で、式の日はさ、さすがにこう記録をたどると、なんかやり取りしたメールだとかさ、進行表だとか出てくるから、だいたいこれわかる、うんうん。届け出した日ってのはさ、俺、そのために役所行くわけにもいかないしさ、で俺一回、いつ頃なんですか ?6 月のね、19日あたりだったかってだけど、これあれかな、住民票でも出しゃわかんのかな、何で調べればいいんですかね、これね。こういうのって何で調べればいいんだろうなっていうのがわかんないんだよ。確かに。わかんないもんさ、うん、もう結婚して12年ですよ。12年。丸12年経って、そう。まあ、6月あたりなんで。戸籍の履歴でわかるんですかね、ああいうの。あ、戸籍謄本取れば、そっか、そこでわかるのか。そのために取りに行くってのもね、またね、あれね。おい、何のために使うのとか言われてね、そこら辺に置いといたらね。大事な日は忘れないようにしましょう。忘れないように。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、井田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメール、そしてツイッター改め X で番組にご参加ください。今朝のコメンテーターは、地政学戦略学者、奥山正史さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは、サウジアラビアでウクライナ和平に向けた会議開催というニュース、中国も参加しておりました。そしてその中国に関してですが、中国海警局の船がフィリピンの沿岸警備隊、まあ、あの輸送船に放水をしたというようなニュースも出てきております。また中国から見ですと、自民党の麻生副総裁が台湾を訪問しているというニュース、今日には、蔡英文総統と会談の予定となっております。そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーン、台風6号の影響によって九州南部奄美で、線状降水帯発生の恐れと、気象協会と電話をつなぎます。まあ、関東でいうとね、熱帯低気圧が近づいてきてて、これが台風7号になるんじゃないかなんて話もありますので、ちょっとその辺も聞いてみたいと思っております。そして福島第一原発の処理水の放出時期について、さらには食料自給率、生産額ベースで過去最低であったということ、そしてアフリカの情勢も、ニジェールの軍事政権がワグネル、まあロシアの民間軍事会社ですが、ここに支援を依頼したんじゃないかという話が出てきております。メールツイッターこちらです。メールアドレスはcozy@1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。cozy@1242.com。 ファックスは0570-021242、 0570-021242。 ツイッター改め X はハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日3人の方にプレゼントします。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。今朝一面トップはバラバラという感じで、特集で作ってるというところも多いですね。朝日新聞、スバル大改良暗黒物質に挑むというね、特集記事であります。2000の天体一望、観測効率100倍と、国立天文台がハワイのね、マウナケア山頂に作ったスバル望遠鏡、来年最新鋭の観測装置を使った新たな観測を始めるということであります。それから毎日新聞は、再生エネ原発5基分無駄、九州3月から5月に9日間という、500万キロワット出力制御ということで、あります。まあこの辺をこう取り上げてですね、再生可能エネルギーで賄えるのにどうしてそれが無駄になってるんだというような記事を書こうとしているところがありますが、まあ確かにね、瞬間的には原発5基分無駄っていう日が、まあ、あるんでしょうけれども、これがコンスタントに出せないのがまさに再生可能エネルギーの泣きどころの部分であるということで、これをコンスタントにね、出すようにしなきゃ難しいよねっていうことが、この
記事の中には確かに、電気は発電する量と使用する量を常に一致させる同時同量が不可欠だと、このバランスが崩れると周波数が乱れてシステムがダウンし大停電につながる恐れがあるというふうに書いているんですけれども、見出しはそうなっていないよねということであります。それから読売新聞ですが、装備品供与6カ国対象、来年度ベトナムやジブチと、外務省が調査ということで、外務省は価値観を共有する国の軍に、防衛装備品の無償供与などを行う、政府安全保障能力強化支援 OSA というものについて、来年度はベトナムやモンゴル、ジブチなど6カ国を対象とする方向で調整に入ったということであります。まあこれがね、ベトナムなど、まあ、民主主義とはちょっと違うよという国であってもですね、同志国だということで、やるということであります。まあ、その、岸田総理はじめ、日本政府が強調している法の支配、ルールオブローを守る国であれば、連携していけるよね、とこういうところにも沿っているものというところで、あります。そして、まあ、気になるニュースなんですが、ちょっとですね、東京新聞の一面トップ、遊具リストラ都心ゆえ23区公園の1割414箇所で減少と、公園の遊具が減っているという、まあ、これもね特集記事でニュースあなた初という記事なんですが、どうして、都心周辺のこの公園でですね、遊具が減っているんだということで、まあこれ確かにね昔あった遊具がいろいろ減ってるぞっていうのはいろんなところで、あと形が変わってるぞとかね、ブランコなんかも昔は天板一つでそこに乗ってみたいな感じだったのが、まあ、そこに座ってという感じだったのが、なんかこう大きなプラスチック製のおむつみたいになっててそこに足をスポッと はめられるみたいなね、まあ、転落防止だと思うんですけど、結構ねいろいろ変わったりとか、あと4人乗りの向かい合わせのガッタンガッタンやるブランコってあったじゃないですか。あれもなんか結構ね、指挟まっちゃったりとかいろんな事故があるんで撤去される道路が多かったりとか、最近ジャングルジムとかもなかなか見ないよねなんていう話もあるんですが、まあ遊具のね安全に関する基準で定められた安全領域を確保できないためとこういうふうに23区の多くが答えていると。だから設備を更新するときに新たな基準だともう広さ的にも難しいとか、これまあ家の建て替えなんかでもね、憲兵律的に建て替えちゃうとものすごく狭くなっちゃうみたいなとかで、今の基準だとっていうような話があったりしますが、同じようなことが起こっているということでありますが、まあね、安全に使ってもらうためにはやむを得ないと。ただ、ツイッター上でね、この記事に対して指摘があって、いや、そういうことであれば仕方がないけれども、例えば、子供の声がうるさいとかね、周りからのいろんなことによって、遊具が減らされてるとしたら、それは悲しいよね、と、こういうような話もいただいております。まあ確かにね、他方で、公園の周り、というのは、そういうことが上がりがちなところもあったりなんかもすると、まあ、このね社会全体として子ども子育てとこういうことをね、政権も言うのであれば、そういうところも本当は気を配ってほしいところだなと、子育てをしている身としては思うところであります。最近はねバット使って公園でなんていうのもできづらくなってますからね、キャッチボールすらボール使うなみたいなことになってたりとかして、うん、だからさ、壁当てってのね、はいはい、昔は、そう、あれが投げるだけじゃなくて、その後ゴロを取るとかね、うんうん、そういうのも含めて練習してたんだけど、で、しかもゴツゴツの壁でさ、結構イレギュラーしたりなんかして、向こうの方転がってっちゃったの、おーとか言って、横飛びで取るみたいなの。だから今、壁当てする場所もなくてさ、そう、まあ、子供もともかくさ、はい、俺どこで練習したらいいんだよっていう。そっか、飯田さんも練習しなきゃいけないですもんね。全然投げられなくてね、コーチ大変なんだよ。高垣になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は地政学戦略学者奥山正史さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはサウジアラビアでウクライナ和平に向けた会議が開催されたというニュース。まあこのねロシアによるウクライナ侵略、まあその後も含めてということになるんでしょうけども、はい、いろいろウクライナ関連やっぱり動きがまだね、はい、いろいろありますけど、うん、僕自身注目したいなと思う、今考えてるのはですね、ええ、戦略を考える人間として我々やらなきゃいけないのは、うんうんうん、次
まあ、あの、起こり得るかどうかは分からないんですけど、はい、シナリオっていうのを一つ考えなきゃいけないなと思ってるんですよ。シナリオ。はい。で、シナリオを考えたときに、今これから起こりそうなことのうちの一つの可能性のあるものっていうのは、はい、これロシア崩壊っていうのも考えなきゃいけないのかなと。はい。まあ、表向き、あの、基本的に今、ロシア結構強いと、はい、ウクライナに対してね、あの、ウクライナの反攻を受け止めていて、で、かたや北の方では、かなり北部の方で、ドンバスのね、北部の方では、カウンター、逆にロシアがこう攻め込んでるっていう状況も一つ見られるんですけど、はい、実態としては結構ロシア、あの、基盤がやはり、あの、プリゴジンの乱の時にですね、ワグネルの。はい、ワグネルの。乱の時にですね、やっぱりそのプーチン自身のその政権の弱さみたいなものがこう垣間見えてきたと。で、これ、もしかしたら、これも大きく見ると、はい、基本的にこのロシアが今崩壊に逆に向かってるんじゃないかっていうことを言ってる人たち、結構います。はい、青山学園の、学院の大学のですね、名誉教授の菊池先生という方いらっしゃるんですけど、はい、この方もやはり同じようなことを言ってましてですね、ロシアっていうのは基本的に、実はロシア、やっぱり考えてみるとですね、はい、ロシアって実は今連邦状態じゃないですか。ああ、そうか、ロシア連邦っていうのが正式な名称ですね、はい、そうですね。で、いくつかこう調べ、その連邦じゃいくつあるのって見るとですね、はい、それぞれ国家と、うんうん、まあ、独自の民族もいて、で、まあ、国としての機能も議会もあると、首長さんもいるという状況の国がですね、21、まあ、基本的にあると。まあ、実際、ロシア側は23だと言ってて、あの、ウクライナ側に結構違法で作った。そうか、そうか、そうか。ドンバスのドネツク、ルガンスクという、人民共和国というのがありますよね。勝手にまあ作った。まあ、でも、それぞれその前に存在したものとしては大体21ぐらいあると。我々知らないで、まあ、チェチェン共和国のね、話は我々、まあ、よく聞いたりしますけど、そうですね。はい。いろいろブリヤート共和国とか、カレリア共和国とか、あまり聞いたことのない、国もあると、はい、で、実はロシアっていうのはやっぱ帝国なんじゃないかって言ってる人が結構います。帝国、はい、帝国ってじゃあどういうものかというとですね、はい、まあ、一つ真ん中に、まあ、ロシアといえば、まあ、モスクワの周辺に、まあ、大きいやっぱ強いところがあって、はい、そこは他を従えてるという状況じゃないですか。ああ、なるほど、はい、で、そういう国っていうのは基本的に戦争を起こした時に崩壊するというパターンがこれ今まで多く見られる。まあ、イギリスもそうでしたよね。大英帝国も第二次世界大戦の時に国がどん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 分かれていっちゃってっていう。で、僕、大きなああいうイベントがあるとシステムが揺さぶられて、で、他の国、まあ、じゃあ独立しちゃおうかっていうことで独立できちゃう。インドだとかいろいろ独立運動が起こった、はい、基本的にはやっぱり戦争なんですけど、ロシア人のですね、歴史家の方が一人いらっしゃいましてですね、はい、で、この方が最近非常に面白いことを言ってるなと思ったんで、僕はその説を取りたいんですけど、うん、アレクサンドル・エトキントという方がいらっしゃいますね、はい、で、この方がですね、まあ、ロシア出身の歴史家なんですけど、うん、この方がやっぱり崩壊するって言ってるんですよ。っていうのは帝国っていうのはもちろん先ほど言いました、ロシアを除いて全て今まで崩壊してると、はい、全て崩壊してると、全て崩壊してる、全て崩壊してる、もう漏れなく崩壊してると。で、ロシアも実は91年に1回崩壊してますよね。ああ、ソ連邦、はい、ソ連邦、バルト三国とか独立しましたよ、ね、うん、はい、その時のウクライナも一つなんですけど、まあ、ロシアは今考えてみるとそれを取り返しに行こうとして、うんうんうん、ウクライナという自分のとこから実は一回逃げた国なんですね、はい、取り戻そうとしてこう仕掛けてるわけですね、仕掛けてるっていうことも言えますよ、うんうん、ところがこのままロシアそのまま普通に帝国を、まあ、維持してるだけでも良かったんですけど、はい、今回やっぱりプーチンが先を急いで、はい、で、無理やりその、帝国を取り戻そうとして戦争したら、うん、帝国ってそもそもほら戦争しちゃうと崩壊するじゃないですか。まさにそういう方向に向かってるんじゃないかと。ほー。で、我々ここで考えなきゃいけない、じゃあもし本当に崩壊するってことになったらですよ、はい、戦略家として考えなきゃいけないのは、そこでじゃあ日本は、うん、まずじゃあ日本の周辺で何が起こるか、これ中国がまず沿海州のあたり、まあ、秦の時代にまあこう取られたというか、はいはい、思っている地域があるじゃないですか。うん、そういうところが逆に中国がやっぱりいろいろ動き出すよねっていう話ですね。ロシアの領土を取ってくる。
今ね、あの辺のウラジオストックとか、はい、もうロシア名じゃなくてかつてのその清朝の時代の名前で呼び出しているし、はい、でシベリアのあたりだともう人口比でいうと、ロシア人が1いるところに、中国人10人とかいる、圧倒的な人口差がありますよね。そうするとこれ取り返しに行くってなった時に中国側にとってはまあ非常に有利な状況があったりとか、その時日本どう動くのかとか、いやーこれ日本海に向けての出口ができちゃう。あ、そういうことですよね。今ロシアと北朝鮮が直接国境接してますよね、はいはい、だからルーミ側の出口ないんですよね、中国は。ですよね。でそれを逆に今度は取れちゃうっていうことになると、いやいろいろ危ないことが起こってくるっていうのを我々はやっぱシナリオとしてこう想定していかなきゃいけないよねと。お、津軽海峡そのままでいいのかとか、はい、っていうことになります。まあ、過激な人はねそれ取り返しに行けとかね、カラフトまで取れとか言う人もいますけど。ああ、なるほど、はい、まあ、ロシアとの間はそれこそカラフト千島交換条約しか領土的なものはないだろうと、はい、ね、そうするとじゃあまずは我々は胸をハウスを取りに行く、取り返しに行くのかとかですねいろいろ考えなきゃいけないところが出てくるっていうことですね、はい、ロシア他の可能性も考えてみたいということです。ここが気になるプラスでした。奥山さんには今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は地政学戦略学者奥山正史さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地7日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて407ドル51セント高い3万5473ドル13セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 85.16 ポイント上がって 13,994.40 でした。一方円相場は1ドル142円50銭付近で取引されております。物価高を抑えつつ景気後退を回避する軟着陸への期待が膨らんで4営業日ぶりに反発となったということです。雇用統計が堅調な内容だったということなども作用したようです。では取り上げるニュースこちらです。中国海警局の船がフィリピンの沿岸警備隊に放水、中国側は正当な行為だと主張。フィリピン当局はフィリピンが実効支配している南シナ海のアユンギン礁に食料や燃料などを輸送していた軍のチャーター船などが今月5日南シナ海航行中に中国海警局の船から放水などの行為を受けたとして中国側を非難しました。これに対し中国海警局は7日声明を発表。フィリピン側が再三の警告にもかかわらず無理やり2隻の船をアユンギン礁に侵入させようとした、衝突を避けるために放水を行ったと反論しました。アユンギン礁をめぐっては中国とフィリピンが領有権をめぐって争っております。まあ、そもそもはフィリピンのものであったはずなんですが、そして国際司法裁もね、それに関してこの九段線ってものは認められないよねということは出してきているはずなんですけれどもね、はいはい、今回やっぱりこのショッキングなのは中国側がまあほぼ、そうですね、あのフィリピン側に対して相当妨害をしてきて、はい、まあ、まさに国際法の状況をですね、こう変えようとしてきたっていうのを、実力行使に出てきたっていうのが僕としては結構ショッキングな話ですね。まあ、これ全体が主権の行使に当たりますもんね、はい、ということになりますね。そうするとこれ我々問題としてはですね、あのやっぱ順序として覚えておかなきゃいけないのは、はい、こういうところでまず例えばフィリピンがまず先にってことになると、次に例えおそらくマレーシア韓国でこういうことをやって、で最後まあ日本に来るんじゃないか、まあ、それとアメリカっていうこういう順番があるっていうことをですね、我々ここでまず考えなきゃいけないのかなと思うんですよ。まずフィリピンでこういう国際的なそうですね、法の秩序をまあ乱すようなことをやる、はい、でその次やっぱりあの中国って序列がありますから、弱い順にこうやっていくと、
はい、我々よくあの体でですね、例えば疲れが出るとですね、自分の体の一番弱いところに症状が出るとかあるじゃないですか。あれって弱いところをやっぱりこう狙っていくっていうところが、やっぱ我々の体の機能の中にもあるんですけど、まあ、中国もやっぱりその一番弱いところからやっぱ浸透していくっていうやり方をやっぱ同じようにやるんじゃないかと。ああ、その上フィリピンは政権変わってちょっと中国に対して厳しくなってるから、うん、はい、ここだと。そうですね。じゃあまず弱いところを潰していこうっていう。で、その弱いところの順番で来るっていうのは我々あの思っとかなきゃいけないわけですよ。で、まずこれフィリピンなんですけど、最弱のもしフィリピンという捉え方ができるのであれば、はい、これに対してやっぱりそう弱い国っていうのは力はないですから、国際法に頼るしかないんですよね。はい。順当な、もうどの国でもやっぱ言われることで、我々も守るものがないからやっぱ国際法にすがるしかないんだと、うん、フィリピンはやっぱ今すがらなきゃいけない国際法という面ですよね、うん、そこに対してやっぱり今回、ま、あの岸田政権はですね、はい、この件に関してやっぱり中国を非難するべきだと僕は思うんですけど、いやまさにね、この、はい、国際法、法の支配、はい、ルールオブローというものを、はい、あれだけ声高にサミット前は訴えかけてきたわけですよね、はいはい、各国外遊してそこここで行ってきたと、はい、今こそです。で、これは多分、いろいろやり方あると思うんですけど、はい、例えばメディアの方がですね、意識のあるメディアの方が、今日、まあ、定例会見やっぱりやりますので、あ、はい、そうですね、総理はともかく官房長官はね、ほぼ毎日に近く、そうですね、会見やってますからね。松野さんに対してですね、この件に関してはいかがでしょうかと。そうですね、一言添えるとですね、松野さんとしてはやっぱ言わなきゃいけないということで、ここでぜひ、厳しく非難する、うん、国際法を守らなきゃいけないということをやっぱ言っていただくのが、うん、まあ、日本政府のスポークスマンですもんね。ですよね、うん、で、やっぱり国際法を守るっていうメッセージってなぜこれ重要かというと、はい、アメリカっていうのは必ずそれに対していつも民主主義とかですね、価値観の方をすごくこう言ってきてて、東南アジアにこう嫌われるっていうところはあるんですけど、はい、日本はそういう民主主義の価値観はさておき、うん、まずは国際的なその法の秩序でしょっていうところで日本の強みってあるんですよね。その強みをなぜ今生かさないと、うん、いう点ではですね、どこかのメディアの方でもいいので、はい、ぜひこのフィリピンの話題ですね、沿岸警備隊に放水した中国は許さんと、なぜ日本の立場を教えてくださいっていうのはやるべきだというふうに僕は戦略的にやっぱやるべきだなというふうに思っております。いや本当ですよね、はい、まあ、しかも折も折で、はい、これね、広島原爆の日が日曜日にあって、まあ、そうですね、明日長崎原爆の日で、これは式典残念ながら、ね、台風接近で、台風接近ですね、はい、出席はしませんけれども、ビデオメッセージは昨日取って出すということにもなってますし、はいはい、ここはメッセージを出すタイミングというのは結構いろいろあるはずですよね。そうですね、はい、ここでそういう戦争を起こすようなですね、こういう許さんと、はい、国際秩序を乱すような行為は許さんと、ここは法律をもしっかり守、まあ、国際法を守りましょうというメッセージは、ね、結構出せるいいチャンスだと僕は思ってるんですけど、どなたかぜひ首相にですね、政府に対してですね、いい質問をしていただければなというふうに思っておりますけど、はい、まあ、本当中国をめぐってっていうのはね、いろんなニュースが出てきたりもしております、はい、まあ、麻生自民党副総裁がね、台湾を訪問したなんていうね、はい、話も出てきていて、まあ、李登輝さんのお墓参りをしたと、はい、今日は蔡英文さんと会うんだと、はい、いうことですね、話も、はい、まあ、非常に今中国側で中国側の意見をこう言ってるということで注目されている論文をちょっと僕ご紹介して、はい、七時またぎの後にもご紹介したいと思うんですけど、ユンさんというですね、スティムソンセンターの研究員でも、もともとブルックリンシンクタンク、それアメリカのシンクタンクにいらっしゃった女性の研究員の方がですね、はい、7月の後半にフォーリンアフェアーズという有名な外交雑誌があります、はい、そこで発表した論文が結構話題になっておりましてですね、僕もこれ注目してるんですけど、タイトルがですね、はい、なぜ中国は米軍と語らないのかと。ほう、今実は米軍と中国の、はい、まあ、人民解放軍の間で、ホットラインが全く機能してないです。まあ、ホットラインあるんですけど、そうですよね、この間も、はい、シンガポールでシャングリラ会合っていう、ね、はいはい、ありましたね、集まりがあった時に、はい、国防大臣同士がやろうって話してたけど、はい、あれ結局流れちゃいましたよね。そうなんですよ。で、今やはり中国側がなぜこの強硬な的な態度を取ってるのかということをうまく説明した論文があるんですけど、まあ、一言で言うとその結論何言ってるかというと、今中国側、はい、まあ、人民解放軍側は危機を望んでいるんだと、
ほう。クライシスどんとこいみたいな状況で。クライシスどんとこい。どんとこいなんですよ。人民解放軍が今そういう立場というか気持ちでいる、はい。ちょっとそのあたり、その心はというのを、はい、指示またいでお話しいただこうと思います。はい、ニュース7時またぎ日本放送です。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。七時またぎ前半戦で、アメリカのスティムソンセンターの研究員の方の、はいはい、論文、フォーリアンフェアズに載った論文についてお話をいただきました。はい、これ、中国の人民解放軍が、はい、まあ、先ほどね、奥山さんの言葉で言えば、クライスどんとこいと。はい、ミリタリーの軍の人たちって自分たちが何かあったら当事者になって部下が直接死ぬかもしれないから、基本的にはそういうことに対しては回避しようとするという話を聞いたことがあるんですが、真逆ですね、はい。真逆なんですよ。今逆にそういうホットラインという、まあ、機能が あって、いざやばいことになったら軍のトップ同士で語って、うん、今何起こってんのって、そこで危機を起こすのやめようねっていうことをやろうとするものなんですけど、はい、中国側は実はつい最近のですね、いろんな危機があった時も米軍がですね、うん、おいちょっとこの間戦闘機がこの間ニアミスみたいなこと、はい、異常接近やったり船がっていうことあったじゃないですか、船の目の前カットしに行ったりとか、ね、150メーターぐらいの目の前を通ったのほぼ衝突みたいな事件があって、うん、でそれに関してなんかアメリカ側がちょっとこれどうなってんだっていうことを電話をしたんですけど、はい、そのホットラインを使ってですね、うん、答えなかったということなんです。でこれ何かというと、このユンさんというですね、スティムセンターの、はい、そのセンターのこの研究員の方が言ってるのはですね、もう今、人民解放軍側、北京側はですね、太平洋からアメリカを追い出すまでですね、はい、もう押し込んじゃうと。とにかく危機を、まずもう今リスクがいくらあっても、まあある程度いいと。はい。できればですね、キューバ危機。1962年の、まあ、これ昭和37年なんですけど、はい、キューバ危機っていうのがありましたよね。もしこのキューバ危機のやばさをご理解したいという方、映画で13 Days という、はい、ケビン・コスナーがね、うん、はい、主演した映画、2000年代初めに出た映画あるんですけど、あれ見ていただければと思うんですけど、はい、この13 Days で描かれてるようなキューバ危機ですね。これで、危機を作ることによって、はい、アメリカとあの後、ロシアと、まあソ連ですね。ソ連と、その当時とソ連とアメリカは、あ、こんなやばいことになったら危ないからっていうことで、そのアメリカとそのソ連の関係がある程度安定したんですね。あれは核戦争になっちゃうかもしれない、危ないよってことで、じゃあ安定させたっていう。そこからホットラインが。ホットラインもしっかりできてっていう。で、それを今狙ってるんじゃないかって、この研究員の方言ってるんですよ。つまり、今は、危機を一回まず、まあ、はい、核戦争みたいになっちゃったらまずいんですけど、そこまで至らないような、危機を起こして、そこで、あ、危ないよねって線引きをうまくして、じゃあ米軍はもう南シナ海に入らないよね、という状態まで持ってきたいんじゃないかというふうに、彼女はね、中国出身の方なんで、そういうメンタリティが今あるよっていうことをやっぱ言ってて、非常に参考になるなと思ってるんですけど、つまり中国は結構今やる気になってると。で、アメリカはもうかなりこう対等な位置にあるというか、もうライバルで早くもう、排除したいというふうに思ってるんじゃないかというふうに言っていましてですね、僕はこれかなり説得力ある議論をしてるなと思ったんですよね。はい、危機を使うことによって、はい、ある程度米軍と間のこのルール作りをするというか、はあ、線引きをするためですね。線引きをする基準を、危機を高めることによって、はい、まあ、ある意味家賃を上げるというか。はい、そう、家賃ですか。はい、そういうことですよね。だからリスクもどんどん。スタートしても上げるんだと。そうです、そういうことですね。お互いにそこで、じゃあこれ以上いかないような、一応暗黙のルール作りたいよね。っていうのが、うん、まあ、見え隠れするっていうふうに言ってて、いや、僕は今の確かに動きを見てると、はい、まさにそういうところがあるんじゃないかなっていうのはすごく感じますよね。その過剰な自信っていうのは危険ですよね。危険ですね。で、これがやはり今、いろいろ中国側で取材してるアメリカと、まあ、欧米のその各国のジャーナリストがやっぱ言ってるんですけど、今の中国って第二次世界大戦前の日本そっくりだよねと。ほう、大日本帝国、まさに一帯一路が大東亜共栄圏みたいな考え方だしっていうことをやっぱ言われてるんですよね。ブロック経済をここで作ろうと構築しようとしてると。そうなってくるとですね、はい、我々ね、昔のね、日本のことを言われるのは非常に心外な部分ではあるんですけど、はい、今そういうジャーナリストの方が今の中国を見てですね、これ本当そろそろ、日本の、戦前の日本と似てきた、アジアナンバーワンだし、太平洋から、その米軍も
を追い出すっていう、この考え方そっくりなんじゃないのっていうことで危機感を抱いてる人が結構多いというふうに言われておりますね。僕は確かにこの辺は、非常に危機がやっぱ迫ってるんじゃないかということで、注目せざるを得ないなというふうに思ってますね。そうか、その上軍部がこう拡大的というか抗戦的な部分があるというふうになっておると、はい、いやー、ね、よく軍艦の足音が聞こえるってどこで聞こえてくるんだろうって言うと、日本国内じゃないよね。国内じゃない、外から聞こえてくるっていうところが非常に怖いなというふうに思いますね。はい、ニュース七時またぎでありました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。台風6号の影響により九州南部奄美で線状降水帯発生の恐れ。気象庁によりますと、台風6号は鹿児島県奄美市の東の海上をゆっくりと北上し、明日9日には九州にかなり接近する見込みです。九州南部と奄美地方では今夜にかけ発達した積乱雲が次々と連なる線状降水帯が発生する恐れがあるほか、10日木曜頃にかけて西日本と東日本の太平洋側で平年の1ヶ月分を大きく上回る記録的な大雨となる恐れがあります。交通に関する影響ですが、 JR 西日本はこの台風6号接近に伴って山陽新幹線の新大阪と博多の間で明日の夜から10日午前中まで運転を取りやめる可能性があると発表しました。今日にも決定するとしています。また九州新幹線は今日午後以降、熊本鹿児島中央間で運転を取りやめます。空の便は今日、日本航空が132便、全日空が32便の欠航を決めていて、合わせて1万1000人以上に影響が出る見込みです。この台風6号に関するニュース連日お伝えしておりますが、ここで、気象協会の伊藤智博さんとつなぎまして、今後の動き等々を聞いてまいります。伊藤さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。さあ、まず台風6号、はい、これからの進路について教えてください。はい、台風6号午前6時現在、鹿児島県の奄美市の東の海上、九州から見れば南の海上にありまして、ゆっくりとした速さで北北西へ進んでいます。まあ、ゆっくりと言いますと時速にして9キロくらいということですが、現在奄美地方と鹿児島県の種子島屋久島地方が風速25メートル以上の暴風域に入っています。と言いますか、まあ、昨日からほとんど動いてないんですよね。動いてない。はい、奄美大島東の海上でずっと渦を巻いているという状況ですが、この後、はい、まあ、いわゆる北上方向に向かっていきます。台風この後北上して今夜から明日にかけて九州の西の海上を北上しながら、九州にかなり接近する恐れがあります。まあ、北上の仕方は依然としてゆっくりで、はい、勢力については維持したまま北上します。まあ、あさって10日にかけて九州では大雨、暴風、高波、荒れた天気がこう長く、影響が長引く恐れがあります。それから懸念されています、線状降水帯ですが、はい、奄美地方と九州南部、明日、まあ、この、まあ、今夜にかけてもそうですが、明日の夜にかけても、発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがありますので、ご注意ください。で、具体的に雨と風の見通しをちょっとお話しますと、はい、明日9日から10日にかけては、次第に台風本体のですね、活発な雨雲が九州に入ってきます。鹿児島県、宮崎県など、九州南部を中心に総雨量が多くなります。はい、まあ、具体的にちょっと数字を言いますと、明日9日6時までの24時間に降る雨の量が、九州南部多いところで400ミリ。で、明後日10日の朝6時までの24時間には、九州南部でさらに300から400ミリということで、大量の雨が予想されています。まあ、これだけ降りますと、川の増水、氾濫、土砂災害の懸念というのがありますので、まあ、増水した川、崩れやすい斜面には近づかないということと、はい、道路の冠水しているところが出る場合がありますので、こういったところは、まあ、わざわざそこ歩かず、まあ、建物2階以上で身の安全を確保するというようなことが大切になってきます。それから暴風についてですが、はい、九州は台風の中心からするとこう右側に位置するんですね。まあ、台風の中心が右側、いわゆる危険半円というんですけども、まあ、台風は中心が右側とより風強いというエリアになります。それがまあちょうど九州にかかるということで、予想される最大瞬間風速は45メートルということで、まあ、走行中のトラックが横転するような暴風が吹き荒れる、
厳重な警戒が必要になってきます。まあ、こういう暴風が吹き荒れているときは、外出は当然もう NG ですし、屋内にいる場合でも窓から離れたところで、飛ばされやすいものはもう屋内に入れるようにしていただきたいと思います。そしてさらに九州以外の西日本から東日本の太平洋側についてもですね、はい、四国や紀伊半島のなど南東に開けた斜面、を中心に雨雲が発達しまして、あさって10日にかけて、まあ、お話ありましたけれども、平年の8月1月分の雨量をですね、1日2日で大きく上回る記録的な大雨になる恐れがありますので、はい、台風から離れた地域でも早めの備えをお願いしたいと思います。それから、南鳥島付近で熱帯低気圧が新たに発生して、はい、これが台風7号になるんじゃないかみたいなことも言われてます。そうですね。昨日の午前9時発生しました。で午前6時現在、まだ熱帯低気圧ですけれども、はい、まあ、台風ということになりますと、第7号となります。で台風7号になったとしてお話をしますと、今度の週末ですね、はい、13時日曜日にかけて、まあ、日本の南をこう北上してくる、まあ、列島に近づいてくるというような予想になってるんですが、13日の日曜日の、はい、予報円がですね、直径にして1000キロくらいあるんですね、南北東西に。これどういうことかと言いますと、はい、まだどこに進んでくるかというのが幅がまあ大きいということで、まあ、今の段階では今度の3連休は新たな台風の影響が出る可能性があるとしてですね、はい、まあ、これからこの熱帯低気圧の動きにも気象情報でこまめに確認をしていただきたいというふうに思います。この辺に対して、まあ、備えとしてはどういったことが考えられますか。はい、まあ、やはりまあ、これからまあお盆にも差し掛かるような時期にもありますし、はい、まあ、この今回の台風6号と同じようにですね、まあ、風に対して言えばもう飛ばされやすいものを中に入れるとかですね、雨に関してはその増水した川とかにも近づかないとか、崩れやすいところに近づかないと、まあ、同じような、はい、対策が必要になってくるかなと思います。なるほど、わかりました。いや、お忙しい中どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。またいろいろ教えていただければと思います。はい、失礼いたします。失礼いたします。日本気象協会伊藤智博さんとつなぎました。では続いてこちらのニュースです。福島第一原発の処理水放出時期について日米韓首脳会談後に決定か。岸田総理大臣は昨日東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出の時期について春から夏頃を見込むと申し上げてきた点に変更はない、内外で丁寧に説明を続けているところだ、スケジュールは何ら決まっていないと述べました。その一方で政府関係者の話によりますと今月18日アメリカで行われる日米韓首脳会談の際、韓国のユン・ソンニョル大統領との会談などを通じ処理水の海への放出について理解を得たい考えで、その上で岸田総理大臣の帰国後8月下旬に関係閣僚会議を開いて具体的な放出の時期を決める見通しです。読売新聞は一面の方のところで首相夏頃変更なしという、そして全漁連と面会以降ということが出てきております。はい、まあ、この問題に関してはやはり中国の立場が僕は非常に気になりますね。はい、韓国はかなり、まあ、政府としてはですね、理解を示してくれたと。はい、で先頃発表された IAEA ですね、国際原子力機関、はい、でトップの方も来られてですね、はい、いちいちこれも報告書も発表したということで一見落着かと思いきや、うん、未だに北京中国はですね報告書の計画の正当性をやっぱ証明してないということで反発をしてます。はい、で僕はやはりちょっと懸念するというか、まあ、皮肉だなと思うのはですね、まあ、まあ日本もちろん処理水の問題の他にも今中国との間で、はい、尖閣諸島、あとそれと我々忘れてますけどかなり多数の日本人が拘束されてますよね。はい、で半導体の規制っていうところでもまあありますし、その間にまあ大きく見ると米中のこう対立構造があると。はい、で中国の場合はまあやはり日中間でまあ科学的な議論がやっぱもうすでにこの IAEA の話も含めてですね、向こう側がやはりこう政治的なカードとしてやっぱ使ってきてるっていう現状があるじゃないですか。うん、IAEA のこの調査団には中国の研究者も入ってたでしょってはずなんですよ、ね、っていうことなんですけど、そうするとこれ逆にですよ、今すごくピューリサーチセンターっていうところで新しい調査が今出たところなんですけど、全世界でやっぱりその、まあ、日本も含めてなんですけど、日本もだいぶ前からなんですけど、67%、世界のですよ、67% の成人が中国に好意的ではないと
という結果が、まあ、中国自身がやっぱ相当今外交的にいろいろやらかしてるので、はい、嫌われてるという状況がありますよね。でそんな世界に嫌われてる中国が、はい、IAEA の報告書はやっぱこれ正当じゃないっていうふうに騒いでるっていう状況があるとですね、これ結果的に、まあはい、外圧ってよくありますけど、中国が大騒ぎしてるから からこそ、うん、もう今処理水の問題ってこれやっぱり我々進めなきゃいけないんじゃないのっていう、変なこう、なんていうんですかね、逆説的というかあれなんですけど、まあ中国側が騒いでることがむしろ日本にとっていい外圧というか、処理水進め、早く逆に進めちゃおうよなんていうあの方に行くんじゃないかって僕ちょっと考えてます。それがいいかどうかはまあ別としてっていうのはあるんですけど、中国が外交的に騒げば騒ぐほど、むしろ日本側が、まあ韓国もやっぱりあの応援してくれてるしってことで、放出をやっぱ進める動機になるんじゃないかなっていうのが一つ、皮肉な結果としてやっぱ出てくるのかなという。はい、そう考えると中国がやることが逆走的になってしまう、はい、でも逆にそういうところがやっぱり中国が今あって、なんか結構余計なことをすごくしてるんじゃないかっていう、でそれが裏目に出てるっていうのは中国自身が分かってないんじゃないかっていうのは一番怖いですよね。なるほど、はい。おはようニュースネットワーク、奥山さしさんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方、この後も奥山さんにお付き合いいただきます。続いて教えてニュースキーワードです。食料自給率が生産額ベースで過去最低。国内の食料をどのくらい国産で賄えているかを示す食料自給率が過去最低となったことが分かりました。農林水産省によりますと、2022年度の食料自給率は生産額ベースで前の年度と比べて5ポイント下回り 58% で過去最低となりました。一方、カロリーベースの食料自給率は前の年度と同じ 38% でした。農林水産省は2030年度までに生産額ベースの自給率 75%、 カロリーベースの自給率 45% を目指すとしております。円安などが影響したというようなことが言われておりますが、はい、と食料安全保障ですよね、はい、この話あの、基本的に僕あの自給率が低いのはあの、あまり心配してないというか、はい、一つ条件がもちろんあって、それは、海の安全が守られて いる限りにおいては、日本は食料自給率はあの気にしなくていいと僕は思ってます。はい、あの基本的に、こういう食料自給率、なぜ我々低く抑えられている、抑えることが、まあ、できているのかというか可能になっているのかっていうのは、基本的に海外とやっぱ貿易をしているわけですよね、はい、で日本はやはり国内でもちろんそもそも作れるような状態、農業的にもちょっとかなり厳しいので、はい、それで、まあ、こう開かれた、海というものがあるからこそ、まあ、食料自給率も低く抑えられているという現実なんですけど、問題は先ほど言いましたその、まあ、これ地政学でいうところのシーパワーという話なんですけど、はい、アメリカがやはり海軍力が落ちてるんじゃないかということをですね、非常に心配しているところがありまして、アメリカが、アメリカのこれ海軍ってよく考えるとですよ、はい、世界の今の、自由貿易体制が、まあ、あの、できてる状況。まあ、これがある限り食料、日本も大丈夫だということなんですけど、はい、この、じゃあ、安全みたいなもの、海の、その、貿易体制の安全性って何で担保されてるかっていうと、はい、僕はやはり、海の安全を、まあ、担ってる、究極にはやっぱ米海軍なんじゃないかなというふうに思ってる部分があるんですよね。はい、でそれ一つエピソード僕今からご紹介したいんですけど、はい、2006年ぐらいですかね、僕は、イギリス留学中に一つエピソードを、うん、まあ一つ事件というか、はい、あるシンクタンクに行った時にですね、国際的な有名なですプリンストン大学の教授で、はい、G. ジョン・アイケンベリーさんという人がいます。アイケンベリーさんという方ですね、はいはい、このアイケンベリーさんってどういう主張してる人かというと、はい、アメリカが、まあ、今アメリカはまあもちろんその世界の秩序を支えてるって言われてますけど、うん、まあ、世界にはすでにまあ、ある程度の秩序があるからアメリカがもう撤退してもね、世界が撤退しても大丈夫ですよと、世界のその貿易体制みたいなのある程度の秩序っていうのは保たれますよっていう結構楽観的な考え方をする方なんですよ。その方がイギリスに来て、はい、でそのイギリスのシンクタンクもそもそもイギリス海軍が作ったと、
世界の秩序を担っていたあのイギリス海軍が作ったそのシンクタンクでそういう講演したんですよ、はい、そしたらいらっしゃる方がもうイギリス海軍 の、うん、あの元士官の方とかですね、うん、そういう方がまあ多かったんです。僕もそこに見てたんですけど、このアイケンベリーさんがイギリス海軍の人ですね、元士官の方なんですけど、ね、ものすごい批判をされたんですよ。っていうのは、彼がそのアメリカが撤退しても世界のリベラルな秩序は続きますって言った後にですね、うん、質問コーナーです。このイギリス海軍の方が、嘘つけ何言うんだと。世界の秩序を守ってるのは、究極的には米海軍だろうと。米海軍がいるおかげで、世界の、はい、海外、その海上貿易、支えられてるし、はい、っていうところですよね。それをお前は認めないのかと。秩序を守ってるのは米海軍だと言えっていうことをですね、僕の目の前で、あのみんな大衝突してます、ね、大衝突してたんですけど、この米海軍、あのイギリス海軍の方が言うの分かるんですよ。っていうのは米海軍が今やっぱりその秩序になってるっていうやっぱ意識も彼らがやっぱあって、はい、その貿易海の安全があるからこそ我々低コストで海外からもういろいろ物も持ってこれるしってことですね。でやっぱそういう意識をやっぱ今持ってる。でそのじゃ あの海の秩序を今乱そうとしてるのはどこかというと、やっぱロシアであったりとか、はい、で南シナ海におけるやっぱり中国の話じゃないですか。でそういうものやはり今アメリカの中でやっぱり相当、これってアメリカの海軍の力が落ちたらやばくなっちゃうんじゃないのってやっぱり議論をする人がやっぱり最近増えてきましたね、はい、ということで我々やっぱりその、はい、本来のアメリカのやっぱ持ってる覇権の基盤にあるのって実は海の秩序っていうところをいかに守るのか、うんうんうん、海をやっぱり守るっていうことはやっぱ大事なんじゃないかと。我々の、ね、生活も実は海にすごく頼ってるものがあるじゃないですか。そうですよね、はい、いや台風で船入ってこれなくなっただけで沖縄でね、はい、今大変なことになってるっていうのが、あと石油がねずっと我々ね、うん、20万タンタンカーも来てますし、はい、毎日毎日とね、はい、シーパワーについて、まあ、今日のキーワード食料自給率からそんなお話でありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。ニジェールの軍事政権がワグネルに支援依頼か。7月下旬にクーデターが起きたアフリカ西部のニジェールで軍事政権がロシアの民間軍事会社ワグネルに支援を依頼したと AP 通信が今月6日伝えました。周辺国で作るエコワス、西アフリカ諸国経済共同体は軍事介入も辞さない構えで軍事政権に退陣を求めております。このニジェールというところは、まあ、この辺りでは、ね、西側に近い政権がもともとあったというか、はい、まあ、周りは結構、ね、そういった政権が倒されてきたわけですね。そうですね、前のというか、まあ、つい直前までですね、モハメド・バズム大統領という方がいらっしゃいまして、はい、この方この地域ではかなり珍しいんですけど民主的に初めてこの国で選出された方と、うん、はい、いうことで政権移行がこう非常にスムーズにいった例としてですね、非常にこう評価も高かった方なんですよね、はい、で、まあ、実際にイジェルってその今サヘル地域ってこの辺言うんですけど、この一帯実はやっぱ対テロ戦で今非常に問題がありましてですね、はい、アメリカ軍1500、フランス軍も2000と言われる部隊が展開して、まあ、ここを中心にその辺の、うん、イスラム系の、テロ組織に対する、まあ、こう鎮圧作戦というか、はい、対テロ戦、我々コインと言ったりとかするんですけど、まあ、そういうものを展開しているということがありました、うん、まあ、なのでそういう意味では西側のある意味共闘歩というか、まあ、そこで足がかりにして、まあ、西側と一緒にまあ関係も良くしてですね、はい、アフリカの秩序をまあうまくやってるよね、でしかもそのうまく運営されてるよねと言われてた、まあ、最貧国のうちの一つですよね。ということなんですけど、今回まさにこのこれね、無血クーデターと言われるぐらいですね、あのチアニー将軍って新しく国家元首になった方いらっしゃるんですけど、はい、ほぼあの血を流すことなくですね、大統領排除できたっていうのは彼がですね、警護隊のトップだったからということですね。大統領のすぐあの近くにいてですね、警護隊やってたんですけど、その方がですね、いやもう、そろそろ君、そろそろお役御免だからと
ということで、まだ、60歳ぐらいの、61歳かな、チアニ将軍なんですけど、はい、この方が、まあ、じゃあそんなことを言うんだったら、私、大統領になってやるということで、なんか動機がよくわからないと言われてるんですよ、このチアニ将軍、どういうふうになったのか。はい、ということで、突然にその民主的にうまく運営されてた国が、突然クーデター、はい、で、周りがそれに反発して、じゃあ、この、クーデターを起こした国が何をするかというと、別の選択肢として、フランスとかアメリカじゃなくて、ロシア行っちゃうという。ロシアにと。ワグネル行っちゃうという構図ですよね。で、この構図って実は昔からかなりありましてですね、脱植民地やっぱり1950年代に、はいはい、フランス、まあ、イギリス宗主国は、まあ、アフリカにいろいろあったんですけど、そういうところが抜けた時にどこに頼るかというと、はい、脱植民地を掲げてたのがやっぱり共産主義ということで、ソ連側にということがあるわけですよ。なんか構図がやっぱ似てるんですよね。西側じゃなかったらロシアに行くっていう構図が昔からやっぱあった。それが僕は再現されてるなっていうのはまず一つあります。はい。やっぱりこうイデオロギーとかなんとかとか関係なく、はい、武器くれるところにもう行くと。続いていく。はい。で、それがですね、これ皆さんもし検索できればぜひ見ていただきたいんですけど、はい、モザンビークという国の国旗があるんですよ。ほうほうほう。モザンビーク。モザンビーク。で、モザンビークの国旗をちょっと、まあ、検索していただければちょっとお分かりいただけると思うんですけど、はい、国旗の中にですね、真ん中に、赤い、まあ、赤い中にこう黄色い星があって、そこに、まあ、クワとか、まあ、よくあるんですけど、うんうんうん、はい、なんと、機関銃が少しこう、描かれているんですよ。モザンビークの国旗に。はい、でどういうものかというと、はい、それ AK じゃないですか。カラシニコフ、これソ連から AK40、はい、ソ連から供給された武器なんですよね。なるほど。つまりこのアフリカという国がやはりのいくつかの国の中では、その当時ソ連に供給された武器によって独立できた、うん、それを感謝してですね。なるほど。国を独立できたのは実はソ連からもらったこのカラシニコフなんだと、機関銃なんだと、はい、消火器なんだと、これをですね、シンボルにしてる国もあるぐらい、まあ、そうそう、くぐらい、そうですね、ロシア側にっていうことがありますよね。だから反植民地からのロシアに頼るって構造がやっぱ昔からあって、そういう形でロシアに頼るっていう構造、我々ね、国旗の中にね、日本だったらまあこう赤い太陽が描かれてるだけじゃないですか。機関銃を入れるっていうメンタリティがよくわからないんですけど、彼らにとってやっぱり独立を勝ち取ったのはこのソ連から供給された武器のおかげだというところがあるっていうのはね、非常にこの武器、この地域の特殊性を表して、民主主義だなんだよりも力だと、力だというところありますよね。で、まあ、一つもう一つやっぱり我々注目しなきゃいけない、これ気候変動絡んでるんじゃないかと。お、はい、我々すごく暑いですけど、最近40何度になったりとかしてる地域いっぱいありますけど、はい、この地域やはり当然ものすごく気候変動がやっぱ激しく出てるところであって、はい、地球温暖化によって 80% の農地が実はニジェール退化してるっていうところがあったりとか、はい、農地じゃなくて、はい、もうなく農地がなくなっちゃったっていうことですね。で、なおかつその国内消費におけるお米ですね、すみません、はい、95% 以上とか小麦のほぼ全量輸入してるっていう状況にもあるので、うん、そもそも相当かなりダメージをやっぱ受けやすいとですね、はい、でそれがやっぱり紛争とかこういう政治の不安定なところにつながってるんじゃないかっていうところが言われております。暑くなるとですね、はい、これ2013年の、研究にあるんですけど、ソロモンシアンという方が、はい、研究者がね、これやってるんですけど、気温が 3% 上がると、はい、個人の暴力、うん、4% 上がるっていう結果も出したりとかしてます。へー。で、さらに気温が 3% 上がると、集団暴動のリスクは 14% に上がると、はい。暑くなると我々イライラするじゃないですか。はい、それ結構ね、結構影響するよね。バカにならない。はい。バカにならないですよね。政治的なものにつながっていくんですね。はい、ですね。だから暑いとイラつくから戦争につながるっていうのはこれあるんじゃないかっていうのは一つ我々考えなきゃいけない。だから気候変動がもちろん紛争に直接的な原因にはなるわけではないんですけど、はい、暑くて、まあ、その、なんか、まあ、イライラするっていうのもありますけど、で、それで、食べるものなくなって。はい、で安定しなくなるっていうのは一つあるのかなと。
政治問題引き起こすっていうのはちょっとありますよね。いや、はい、ここのところね、なんかやっぱこの暑さもあって、うん、この暑いことと地政学だとかいろんなことに何か影響あるんですかみたいな質問をいろんな人にするんですけど、はい、北極海で氷が溶けるからそれでこう地政学が変わるっていう指摘もあったし、でそれだけじゃなくて人の気持ちがイライラすることによってリスクが上がるっていう、まあ、それが政治争いにつながって、イライラが政治争いにつながってそれが紛争なんで、必ずそこに政治っていうファクターは出てくるんですけど、気候変動とやっぱ紛争はある程度そこつながってるっていうのは我々忘れちゃいけないですよね。なるほど、はい、スクープアップ、まあ、ニジェールの話からというところでありました。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。